ゆっくりの、シャレにならない怖い話シリーズ。皆さんはネトゲというものを知っていますか？ネットゲームの略称ですが MMORPG と言われるものを指す場合が多いです。本日のお話はシャレにならないネトゲの怖い話です。これはとある女性がネトゲで体験したお話です。1年前の話、友人に誘われて GoMMO、インターネットゲーム、を始めた。それまでネトゲは愚かチャットも未経験だった私は、たまたま大規模ギルドに拾ってもらいそこの古参プレイヤー数人にプレイヤーチャットの手ほどきを受けた。私のキャラはみんなの協力により順調に成長し、いつも楽しくプレイすることができた。みんないい人で、初心者だったというのもあってか私はギルド内でかなり可愛がられていたと思う。その子さんの中に A がいた。A はプレイ歴が長くレベルもギルド内最高クラスで、普通じゃお目にかかれないレア装備をいくつも所持しており、みんなから一目置かれる存在だった。A は私のことをひときわ気にかけていてくれたようで、しょっちゅうレベル上げを手伝ってくれたり、もう使わなくなった装備を気前よくくれたりした。所属していたギルドはみんなの仲が良くリアル知り合い同士という人もたくさんいて、ゲームしながらスカイプを繋いで会話したり、メールアドレスの交換も頻繁に行われていた。メンバーのほとんどが関東、関西圏に集中しており、北海道の私は一度も参加したことがなかったが、オフ会なんかもちょくちょく開催されていた。ネット内コミュニケーションに免疫が全くなかった私は、A を含む仲の良いメンバー数人とリアルの素性や、メールアドレスを教え合っていたが、今思えば、携帯番号や詳しい住所まで教えなくて本当に良かったと思う。A は関西に住む大学生だった。今でこそネットで個人情報を晒すのは危険だと認知されていますが、インターネットが普及して間もない頃、そこら辺の認識がない人は多かったです。その頃になるとゲームにログインしている間中、常に A が絡むようになってきた。ギルドハントといって、ギルドの仲間数人で狩りをするときはもちろん、たまにソロで遊んでいるときも A からちょくちょく耳打ち、1対1のチャット、が来るようになった。発見。今何してるの？一人なら行ってもいい。もしかして誰かと一緒。A からの耳打ちには常に、しょぼん、の顔文字がついていた。最初の方こそ律儀に返していたが、ある時別の友達とかなり忙しい狩り場に来ていて耳打ちに返信する暇がなく、悪いけど後で返そうと思い返信しなかった。すると1分もしない間に、耳打ちではなく普通チャット、その画面内にいる誰もが見えるチャット、で。かなり遠くの狩り場にいたはずの A がすぐそばに来ていた。仕方なく狩りを中断して、耳打ちを返せなかったことを謝ると。いいよ、〇〇は僕といるよりも他の人といる方が楽しいんだよね。と言いログアウト。私は前、一緒にいた友達ドン引き、この時から私に対する A の普通じゃない執着を感じるようになった。それからというものログインするたび、すぐに A からの耳打ちが来た。ゲームには友達登録という機能があり、友達リストに登録している人がログインすると、リストの名前が光り、検索をかければどのマップにいるかがすぐわかるようになっている。A はこの機能を使って私のログイン状況と、どこにいるかを常に監視するようになった。私は A の行動が怖くなり、しばらくゲームにログインすること自体控えるようになった。すると今度は毎日のように携帯にメールが来た。どうして最近インしないの？〇〇がいないと寂しいよ。もしかして僕のこと嫌いになったの？僕はこんなに好きなのに。典型的なストーカーの考え方ですね。最初の頃はのらりくらりと交わしていたが、私にも私生活がある。A は大学生、私は社会人、勤務中だろうが休憩中だろうが真夜中だろうが、時間を問わずに受信されるメールにほとほと嫌気がさし、ある日を決して A にこんなメールを送った。私はゲームしている間はみんなと楽しく遊びたいし、A だけに特別な感情は抱いてない、真夜中のメールも迷惑になるから控えてほしい、といった内容だった。すると A から、お決まりの返信だった。もううんざりだった。それ以来 A とメールのやり取りはなくなり、ゲームもほとんどログインしなくなった。ログインしなくなって3週間ほど経った頃、ギルド内で仲良くしていた、他の人からメールが来た。最近見ないけど忙しいのかな？みんな寂しがってるからたまにはインしてね。そうそう、A も大学辞めたとかなんとかで忙しいみたいで全然いないんだよね。A が大学を辞めたとのこと、嫌な予感がしたが、その友達には暇になったらログインするね、とだけ返信しすぐにそのことは忘れた。私は当時某資格系スクール講師の仕事をしており、主に無料体験スクールなどのイベントを担当していた。無料体験を行った日は、最後に受講者にアンケートをお願いしている、授業の感想や講師の印象、氏名、住所などをウェブ上で入力する簡単なアンケートだ。アンケートを回収し、結果をデータにまとめるのも仕事の一環であり、その日もいつものようにアンケート結果に目を通していた。そして、
スクロールの手が止まり、目がディスプレイに釘付けになった。授業の感想。講師の印象。氏名、A のキャラ名。住所、関西。全身の毛が逆だった、受講者の中に A がいたのだ、確かに A がまだ普通だった、だと思っていた、頃、何の気なしに北海道の一番大きな都市の、駅前にあるパソコン系資格学校で働いてるということを教えたことがある。恐ろしくなって仕事を早々と切り上げた後、自宅へは帰らずに高速を使って200キロ離れている実家へ避難した、翌日が休みで助かった。仲の良かったギルドメンバー数人には事情を話し、ゲームを引退することを告げた。A の近況を知るメンバーからの情報によると A は北海道で仕事を探している、とのこと。その後すぐに携帯を変え、結婚のため退職し北海道を離れた。当時迂闊に素性を明らかにしていた私にも非があるとはいえ、顔も知らないゲームの中だけの付き合いでそこまで行動できる人間がいるというのが本当に恐ろしかった。文章にするとあまり怖くないかもしれないが、あのアンケートを発見した時の衝撃は今でも忘れられない。そして、これ、が本当に苦手になった。もう二度とネトゲはやらない。ふひひ、ごめんね。ネトゲ怖え。怖え。自分が溜まってる板はたまに勉強会も兼ねてオフ会があったりするんだけど怪しんでいかなくてよかった。怖いよ。何の勉強ですかね。逆に考えると恐怖体験がしたかったらネトゲをやればいいのか。え、オフ会イコールやり会は常識でしょ。何を今さら。マジで、オフ会行ってくるわ。とまあ、皆さんもネトゲに限らず個人情報の取り扱いには気をつけましょう。これはプレイステーションホームというゲームにおける都市伝説のようなものです。プレイステーションホームを始めてから随分になるが、あるお化け屋敷ラウンジにいつログインしてもずっと踊り続けているアバターが2体いるんだ。仮に、ブラキューさんと、ハクピさんとして奥が彼女ら二人は、僕の知る限り少なくとも1年間以上もずっと同じ場所で踊っている。きっとラウンジ運営側が用意したダミーアバターか何かだと思ってて、ラウンジを訪れては返事がないのも気にせずに毎回冗談で語りかけていたんだ。でも、ある日ふと思い立って彼女らのプロフィールを見てみたら、ブラキューさんにゲーム実績、トロフィー、があることに気がついたんだ。そこでフレンド登録依頼のメールを出してみるとなんと返事が返ってきた。彼女はユーザーの操る本物のアバターだったんだ。でも、何かおかしい。僕は一つの疑問を抱いた。PS ホームは週に一度メンテナンスがあり、すべてのユーザーはメンテ時には強制的にログアウトさせられる。なのに彼女らは1ミリたりとも動かずに1年以上もずっと同じ場所で踊っている。そこで週1で行われるメンテ明け直後に速攻でログインして彼女らがそこにいるかどうか確認してみることにしたんだ。だってメンテナンスで全アバターが強制的に切断されるから彼女が実在するユーザーのアバターならメンテ明け直後に再ログインしてくるはずだ。で、メンテが明けるとほぼ同時にインした。が、彼女たちはすでにそこにいた。中の人が実在するならさすがにこのタイミングなら中の人もいるだろうと思い、おい、いるー、と話しかけた。が、返事がない。しばらく待ってみたが無駄のようだ。諦めてそのラウンジから出ようとしたその時だ。ゆっくりと、ブラキューさんのキャラが不規則に動き出した。なんだいるんじゃん、つかなんでいつも放置なの。そう聞くと彼女はこう言った。一人で天国に行くのは寂しかったから。そう言われた瞬間全身に鳥肌が立った。次の瞬間チャットログが超高速で。一緒に死の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 ララト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 で埋め尽くされたかと思うと。突然、画面がホワイトアウトしてネットワークエラー、PS ホームから切断された。それ以降、怖くてそのラウンジには二度と近づくことができないでいる。以上が有名なコピペとして存在しています。しかしこのお話には不可解な部分があるのでした。そのコピペ、もともとは違うネトゲの改変だよ。どうやら大元のコピペではないようです。元のコピペはとあるオンラインゲームにて女性がギルドに入ってきた。女性は少ないので目立っていたが、ある時3日連続でキャラクターが放置されていたそうな。ギルドのリーダーが気になって場所を調べると、ビルにいて声をかけるも返事がない。そのうちメンテナンスの日が来て強制的にログアウトされると思った。しかしメンテ後に行ってみるとまだいる。話しかけると返事があった。一人で天国に行くのが寂しかった。そして一緒に死のうと連呼される。話の本筋は同じですね。不可解な点があると先ほど言いましたが、それがどこかというと、ただの改変コピペじゃなくて、本当に怖いところは、この2体が、今現在も本当に実在するってとこだよ。え、あの2体ってソニエリが用意した怖がらせキャラか何かじゃなかったのか。俺はてっきりソニエリが用意したキャラだとばかり。俺も前話しかけたら高速で、一緒に死の。って言葉でチャットログ埋め尽くされて、ネットワークから強制切断されたけど、そういうイベントか何かだと思ってた。
コキペの改編なのに、ブラキューとハキピが実在するらしいのです。ここまでがコキペなんじゃないのかって、おそらく違うと思います。PS ホームのサイレンラウンジのずっと踊ってるやつ、マジでいるんだな、ただの噂かと思ってたわ。コキペが作られてから何年も経った後にこういったスレがいくつか立っているのです。どうやら本当にいるっぽいです。そのコキペ、もともとは違うネトゲの改変だよ。ちなみにブラキューは、エラーなどでごく稀に落ちる時があり、戻ってきたらゆっくり歩いて定位置へ行き、また踊り出す。運営がコキペを見て作ったプログラムなのでしょうか。ブラキュー定位置にいねえ、だと。マジ、今日の3時ぐらいにはいたんだけどな。あれ、なんかおかしなことになってる。いつも誰かしら踊ってるのは知ってるがそんな奴がいたのか。これもし中の人が見てたらさぞかしニヤニヤしてるんだろうな。踊ってるのって M から始まる奴のことだよな。踊ってんのってうじゃふじゃだけだぞ。一体何が起きているんでしょうか。ブラキューって人は実在するけど6の一緒に死ののくだりは出せってことでいいの。だな。実際ブラキューから変身あったやつ聞いたことないしな。こういういける都市伝説みたいなの憧れるわ。結局ブラキュー出てきたんか。ブラキュー復活はロタ。復活したらしいです。他の人も反応するあたり本当のことらしいですね。続々と集まる住人たち。しかしここから特に何か起こることなくブラキューさんは踊り続けるのでした。結局ブラキューさんは何者だったのでしょうか。PS ホームは2015年3月31日にサービス終了しているので、今はブラキューさんに会いに行くことはできません。ネットの広大な海の中には人間が把握できていない何かがあるのかもしれませんね。皆さんもネットで変なものに遭遇した時はお気をつけください。